津軽は、東日本旅客鉄道が、大宇本線が秋田駅青森駅間で運行している、特急列車である。本校では、現行の特急、津軽と、2002年12月1日から2010年12月3日まで、八戸駅青森駅、広前駅間で運転された同名の特急列車、及び、大宇本線が秋田駅青森駅間の中高優等列車について述べる。 津軽の愛称は、当初、2002年12月1日の東北新幹線、森岡駅八戸駅間延伸開業に伴い、新設された八戸駅青森駅、広前駅間の特急列車として起用されたもので、あるが、2010年12月4日のダイヤ改正で、東北新幹線が新青森駅まで延伸したことにより、従来の津軽は全列車が廃止された。一方、 同改正では、右越、大宇本線内の特急の再編が行われ、特急、稲穂のうち、新潟駅、青森駅間で運行されていた一往復の秋田駅、青森駅間を分離し、同区間を走行する特急、鴨鹿シ往復と統合した。この際、新愛称として、津軽が転用され、現在に至っている。列車名は、青森市を含めた青森県西部の群名及び、 地域名に由来している。2002年に行われた八戸駅函館駅間の特急列車名称の一般公募で、票数2位を獲得しており、新幹線と青森、弘前等の都市を結ぶ列車に、ふさわしいとして、別途八戸駅青森駅、弘前駅間特急を設定するにあたって起用された。2018年3月17日現在、1日3往復が運行されている。 2016年3月25日まではの往復が設定されていたが、利用実態を踏まえ、に往復が普通、快速列車へ格下げとなった。このほか2010年12月4日から2015年3月14日まで、大立駅や青森駅間のみ、運転の列車が毎日運転ながら臨時列車の扱いでに往復設定されていたが、2014年3月15日のダイヤ改正で、 52.53号が、快速、51.54号は普通列車にそれぞれ置き換えられて廃止された。また、大館駅の52号は、2013年3月15日まで、青い森鉄道線浅虫温泉発として、運転された。なお、新青森駅や青森駅の両駅総互間を普通車、自由席に乗車する場合に限り、特急券は不要である。詳しくは、 特別急行券特急料金不要の特例区間を参照のこと。特急、田沢の後継列車となった新幹線、小町の詳細は、小町を本節以外の大本線で運用された優等列車については翼を参照。1960年12月28日に秋田駅青森駅サメ駅間で準急列車として白鳥が運転を開始し、 ビジネス列車として、秋田駅北の都市間輸送を使命としていた。キハ55系などによる4両編成で運転されていたが、このうち2両は地元の利用祭によって完成したものであった。この後、日本海中間線で特急列車の運転の計画が持ち上がって列車名が白鳥に転用されることが決まると、秋田駅サム駅間の白鳥は、 1961年9月15日に、岩木に解消された。岩木に解消されると同時に運転区間は、秋田駅青森駅間に変更されたが、青函連絡線との接続もなく、1965年10月に、仏に統合されて廃止された。列車名の由来は、白鳥は、国の天然記念物で、青森県東津軽郡平内町の浅女海岸に、 飛来する白鳥、岩木は、青森県弘前市及び安治ヶ沢町にある岩木山である。陸奥は1963年10月に仙台駅や青森駅間で運転を開始した急行列車であるが、1965年10月に、急、い岩木を統合して、仙台駅や青森駅や北駅間の運転に変更された。しかし、大半の利用客は青森駅で入れ替わり、 大宇本線での運転距離は 200km に満たないことから、青森駅や北駅間は、準急列車として運転され、1966年3月に全区間急行列車になった。その後、1968年10月には、仙台駅、青森駅間は、栗駒に、系統分割され、陸奥は、青森駅や北駅間の運転に改められた。 1970年10月と1982年11月に、それぞれ1往復が増発されて、最大3往復が運転されていたが、1985年3月に、大宇本線の特急網の整備により他の列車に、統合されて1往復に削減されたまま、特急列車化され、1986年11月まで運転された。列車名の由来は、青森県、岩手県、 宮城県、福島県と秋田県の一部の旧国名である、道の区国で、特急、むつのヘッドマークは、岩木山と名産のリンゴがアレンジされたものであった。カモシカは、1997年3月に、特急列車として、秋田駅、青森駅間で運転を開始した。森岡駅や北駅、青森駅間で運転していた特急、田沢が、秋田新幹線の建設により、 秋田駅青森駅間に運転区間が短縮されて列車名を変更したもので秋田新幹線開業後は秋田駅で新幹線と接続し秋田県北部青森県津軽地方を結ぶ役割を担っていたなお2010年12月4日の東北新幹線新青森駅延伸開業によるダイヤ改正で秋田駅青森駅間の特急列車は津軽に統一され カモシカは廃止された。列車名は沿線近隣にある白神山地に生息するカモシカが由来となっており、イラストマークには原生林のカモシカが描かれていた。2010年12月3日廃止時で3往復が運行されていた。また車内には小町との連絡列車として車内販売が乗務していた時期もあった。 秋田駅、八郎型駅、森竹駅、東、の白駅,駅,駅,駅、二つ井駅、高野須駅、大館駅、碇か関駅、大和二本泉駅、広崎駅、青森駅定期列車は、基本的に、すべて、秋田車両センター所属の485系電車を、使用し、485系電車としては、最短の3両編成で運行された。これらは、田沢で使用されていた編成を3両編成に、 短縮したもので、1997年末からは、ホワイトボディをベースにブルーとピンクの帯を配した専用塗色に塗色変更が行われ、1999年までには全編成の塗り替えが完了した。通常は、1日に3両編成2本が使用されていたが、繁盛期には3両編成を2編成連結した6両編成で運転されることがあった。 また繁忙期には5 8 3軽電車も使用される場合があった。2003年2004年には秋田車両センター所属の給料編成で運転されたが老朽化が激しく2005年以降は繁忙期も運用についていなかった。2007年から2010年は4年連続で1月1日に2 3号が5 8 3軽で運転された。これは 上野駅や青森駅間運転の臨時特急、ふるさとゴロンとで使用した編成が青森車両センターに中泊する期間の間合いを利用したものである。2007年は仙台車両センター所属車両が使用されたが、これは秋田所属編成が全般検査に入っていて使用できなかったためである。2002年12月1日の東北新幹線、八戸駅開業にあたって、20り、 スーパー初狩りの青森駅発着列車を引き継ぎ、一部列車を広崎駅へ延長する形で設定された。また、八戸駅では、東北新幹線の早手に接続するダイヤを組んでいた。スーパー初狩りを踏襲し、e 7 5 1軽重0等の一部列車では、八戸駅や青森駅間において、時速 130km での運転も実施した。 運転区間2010年12月3日の東北新幹線新青森駅開業前日時点で、八戸駅広前駅間で降り6本と、上り5本が八戸駅青森駅間で3往復が運転されていた。このうち、青森駅八戸駅間運転の6号は当初、広前駅青森駅間での運転であったが、後年は土曜日を中心に、 広崎駅や青森駅間を延長運転とする扱いとしていた。また、青森ねぶた、広崎ねぶた期間中には、津軽29号が観光客輸送のために、広崎駅や北駅間を臨時列車として延長運転していた。ありがとうございます。